気象速報をお伝えします。関東甲信、東海地方の梅雨明けが発表となりました。平年より11日ほど遅く、関東甲信は過去4番目と同じ遅さ、東海は3番目の遅い記録です。どちらも昨年より8日遅い発表となりました。週間天気予報をご覧いただきますと、この先は高気圧に覆われて日差しの届く日が続きます。最高気温は連日30度を超えて暑い日が続くので、熱中症や強い紫外線に十分な注意をしてください。こまめな水分補給や塩分補給を意識し、体調管理を万全に行いましょう。以上、梅雨明けの情報をお伝えしました。